おはようございます、はい、今日は仕事休みです、朝からね楽天ペイで私は電子決済してるんですが、楽天キャッシュにチャージして、でそこから支払われるように楽天ペイの設定をしました。そうするとね、1.5 倍かな、ポイント還元付与されるので、お得だということで、今まで私は楽天経済圏なんで楽天カードで支払いっていう設定してたのを、楽天キャッシュのその自動オートなんて言うんだろうなチャージオートチャージ、まあ、それは楽天カードからチャージされるんですけど、さらにそれ楽天ペイの、ね、支払いを楽天キャッシュにすると、なんか仕組み的に楽天ペイは楽天ペイ株式会社なのかな、で楽天キャッシュはエディ株式会社っていう、まあ多分楽天の中のもので別なんだけど、その 1% と 0.5% 別々にねポイントがつくそうなんで、まあ、そういう仕組みでね楽天キャッシュ払いにした方がお得というのを勉強して、そういう設定に変えたところでした。朝からポイ活です。まあこのご時世だからなるべくね知識を得て、知識が、まあ、生活を守るっていうことでやっていきたいと思ってます。勉強はねただなので、しかも勉強が趣味なので勉強だけはやってます。まあそれがね副業なんだろうね。今日は寒いです。雪降ってます。今週末日曜日、月山に行くので、雪山行きたいっていう方をね案内っていうほどでもないんだけど、一緒に行きたいと思ってますから、雪降ってくれるとありがたいです。今頃降ってるだろうな。蔵王は白いな。で今日は朝散歩で、いつも通りね勉強してから出てきました。まあ、勉強だねやっぱり人生。さて一周したら帰ります。またね買い物に出てこなきゃなんないから、第2弾散歩第2弾も行きますけどね、とりあえずは第1弾。ああここもみじが綺麗だね。あとは欅か。あ、そうそう、この間ね買ったばかりの、iPhone XS、中華で2万円で買ったんですけどね、充電してそのまま放っといたらなんか熱出てるなとは思ったんだけど、バッテリーが膨張してました。びっくりだね。いやいやいや火事になるよ。でそれ本棚のところにちょっとポンって立てかけて置いといたんだけど、熱で本とかに火がつかなくてよかったよ。危ない中華。まあ2万円損したっていうよりはなんか火事にならなくてよかった。やっぱり中華は一度中を開けてなんかいろいろねバッテリー交換したりメモリ交換したりしてると思うんでね、今この撮影してるカメラも立山で雨の日使ったら水没したしね、天以降って一応なんか生活防水みたいなついてると思うんだけど完全に水没したね。だからこの間熱膨張じゃないや、なんかそのバッテリーが膨れ上がったやつも多分1回開けてんだろうなあれ。まあ2万円でね安いんだけど、そういう当たり外れがあるので、いやいやって感じだね。
ああ、そっか、ここまで来たら紙ゴミ、リサイクルゴミ持ってくればよかったな。もう一回出直してこよう。さあ、この景色だけ見てもう一回帰ってリサイクルゴミ出しに行きましょう。紙ゴミのね、資源ゴミいつも出してるので。はい、じゃあ戻ります。はい、散歩から戻ってきて少し勉強してました。またね、散歩に出る前に携帯2万円で iPhone 買ったって言ってましたけど、中華のね、サイトから、これもね、中華のサイトから買ったんですよ。まあ、これ室内用のね、もので、これは本物ですよ。シディのカーボンのソールで、これはまあ室内用なんでね、これ外用に買いました。まあ、下ろす前に綺麗なうちに動画撮っておこうと思って、まあ、ボアに似たようなね、まあ、こっちはちゃんとしたやつですけど、このロックのやつね、まあ、使ってみたいと思います。まあ、ちょっと下ろす前にね、綺麗なうちに動画撮ろうと思って、これ3000円でした。はい、じゃあちょっと紙ゴミ出しに行こうかな。はい、忘れてたけどタイヤ交換しなきゃいけないんだった。よし、下のが前がいいかな、後ろと前、よし、タイヤ交換します。30分で終わらせるぞ。はい、さて頑張ります。スタート。はい、とりあえずつけるのは終わりました。あとこれから片付けたり、トルクレンチで締めます。はい、トルク調整していきます。はい、お昼食べて勉強終わったんで出かけます。紙ゴミ、資源ゴミ出してきます。白い花が咲いてる、サザンカかな。はい、いつもの盛況に来ました。コーヒー買って帰ろう、粉コーヒーで。今日も、まあ、なんて言うんだろうな、ちょっと待って、車来たから。はい、いつもそうですけど大した動画じゃなくて終わりましたけど、今日一番メインのタイヤ交換できたから良かったかな。というわけで、休日の Vlog でした。まあ、帰って、まあ、ちょっと風邪気味だったっていうのもあるから、直すために今日は休もうかな。なんか1時間ぐらい歩こうかと思ったけど、ちょっとそれもあんまり無理しない方がいいから。ああ、海まで見えて青空になってますね。太平洋側は太陽があったかいです。あとは家で読書したいと思います。いつもの盛況でした。はい、そんなわけでまた次の動画でお会いしましょう。